富澤さんが就活の場に選んだのは中央設計技術研究所、建設コンサルタントの集団でインテリジェンスな雰囲気の会社です。こんにちは、お願いいたします。金沢大学の富澤志音です。お願いいたします。中央設計技術研究所の小林と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回本音で語ってくれるのは入社6年目の小林さん。水道部の技師として設計の業務を担当しています。小林さんの働く中央設計技術研究所は安全でおいしい水を安定して供給するために、また下水道やゴミ、廃棄物などの処理機能を通じて循環型社会を形成するために、さまざまな技術サービスを提供し、人々の安全で安心な暮らしに貢献しています。小林さんの現在の業務っていうのはどういったものを担当されていらっしゃいますか？水道業務になりまして、こちらの方が今大阪の方に実際で設計した、業務になってるんですけど、排水施設っていうものを作ってまして、この地域に住んでる一般の住民の方々に安全な水を送るための施設っていうのを設計の方を行っております。じゃあ小林さんは主に設計を担当されてらっしゃるということで使ったんですか？そうですね。ありがとうございます。で、こちらの方は設計業務になりまして、水道の方では、この設計業務の他に、計画業務っていうものを行っております。計画業務っていうのはどういうふうなお仕事をされてるんですか？計画業務っていうのは、はい、実際に、どれぐらい水を使うかっていうのを、試算しまして、将来必要な水の量っていうのを、計画していく業務になっております。川のない島とかではどういう水道って通すことはできるんですか？大変にはなるんですけど、可能です。で、弊社の方でも、実際に行っている舳倉島というところのちょっと離れた島の方なんですけど、そちらの方で、海水を淡水にするというところで設計の方を行っております。こちらが舳倉島というところになるんですけど、今回設計したのがこちら舳倉島の浄水場というところになっています。でこちらの方に、こういった施設の方を建てまして、地下から水を汲み上げてるんですけど、その地下水がどうしても海が近いので海水が含まれてるというところで、そちらの方を、処理して、淡水化ですねすることによって、周りのお客さんの方に水を安定して送れるような施設を、設計の方を行っております。大変な業務なんですね。そうですね。お願いします。よろしくお願いします。しましたら、まず一つ目に、小林さんはどうしてこの仕事に興味を持ったんですか？たまたまにはなるんですけど、説明会の方で、この会社見つけまして、すごい楽しそうな仕事だなっていうのを感じたところと、あとは大学の時の先輩がもともと働いていらして、その方に会社の雰囲気や仕事内容などをお聞きした時に、とても楽しそうだなというふうに興味を持ったので、この会社選びました。この会社に入ってよかったなって思うことって何かありますか？そうですね、皆さんすごい仲良くて、いろいろ何でも相談できるっていうところで、いつも、よかったなというふうに思ってます。社員同士でのプライベートの交流はありますか？そうですね、今ちょっと状況的にはできないんですけど、サークルとかで、登山サークルとかテニスサークルっていうのがあって、プライベートでも皆さん集まって、一緒に活動されてたりっていうのがありますね。就職活動についてなんですけど、就職活動時の軸は何かありますか？僕の軸っていうのはあまりなくてですね、僕も最初就職活動を始めてた時に、いろいろな企業さんを、見ていきたいっていう気持ちがありまして、その中で、いろんな企業さんのホームページとか見ていくっていうところと、会社説明会でいろんな業種の方の説明を聞いて、その中で興味のあったところをどんどん、見ていったっていうような、流れになっています。小林さんが思う中央設計技術研究所さんの強みとか何かございますか？そうですね、社内の雰囲気が、とてもいいので、協力し合えるっていうところと、高い技術力が、強みじゃないかなと考えています。ありがとうございます。小林さんが中央設計技術研究所で働く際のやりがいは何かありますか？
私のやってる業務の水道なんですけど、まあ、人が生きていく上で、なくてはならないものが水になってます。どうしても地下通ってますので目に見えないものなんですけど、まあ、目に見えないところで、お客さんの生活の安定っていうのを供給してるっていうところから縁の下の力持ちっていうところにとてもやりがいを感じております。では本音で語る中央設計技術研究所の求める人材とは。中央設計技術研究所は中央設計エンジニアリング CSE として、お客様に親しまれそう呼ばれています。 CSE の求める人物像は明るく楽しく元気よく行動できる人材です。明るくというのはプラス思考で行動できる方、楽しくというのは主体性当事者意識を持って行動できる方、そして元気よくというのはチャレンジ精神を持って何事にも挑戦できる方、 CSE はそのような方をお待ちしております。明るく楽しく元気よく社会貢献したい方、自分の力で未来を切り開きたい方はぜひ CSE にお越しください。お待ちしております。富澤さん、中央設計技術研究所の本音は見えましたか？実際のお仕事現場の様子を見させていただいたりですとか、小林さんに業務内容のことについてでしたり、就職活動についてのお話をお伺いして非常に濃密な時間を過ごすことができたかなと思います。またこれから就職活動本番を迎えるにあたり、今回の経験を通して様々な知見でしたりとか情報を得たのを自分なりに吸収してこれからの就職活動に生かすことができたらなと思っています。